腹が減った、なんか珍しく髪の毛を気にしてますね。おおと思ったら虫がついてた。うわ、秋のあったかい日って突然小さい虫が大量発生するよね。でこの白い服にねつくとね最悪なのよ。払おうと思って潰しちゃうとね汁がつくんだよね。もうついてないかな。皆さんにはねアラフォー男性の生え際をお見せしておりますけれども、もうだいぶ薄くなりましたね。はい、そんな私はもう飲みたい、昼間から飲みたい、そんなことやってっから髪が薄くなるんだよってコメントが来そうですけれども、飲酒とね薄毛の因果関係を考えながらも今日も昼から飲んでいきたいと思いますが、さあ向かった先はサイゼリヤということで、サイゼはねマジで昼から飲むには最高なんですね。一人でも入りやすいしね、美味しいしね、うん、あとね皆さんお忙しそうなのでね、なんか一人が気にならないんですよね逆に。はい、メニューでございます。もう私はね居酒屋のメニューだと思ってますんでね。なんか皆さん忙しそうでさ混んでるから逆に居心地良くない？サイゼ、さあ辛味チキンの原料が不足しているそうですけども、めちゃくちゃうまいですよね辛味チキンね。はい、これが間違い探しですかね。ぶっちゃけ一回もやったことありませんね。そんなにみんなやるんですかこの間違い探しはね。さあで今回サイゼに来たのには理由がございまして、それがですねこちらですね。はい、サイゼガチャね。こちら公式のサービスでもなく個人の方が勝手にやられてるのかな、ちょっとよくわかんないんですけれども、ガチャを回すを押すとね1000円分のメニューが出てくるんですって。で迷ったらこれで選べると。一人寂しくサイゼガチャを回すおじさんですけれども、なるほどね、若い子はこうやって楽しんでるんだね。うん、おじさんにはさっぱりだぜ。おじさん、おじさん、いいよいいよ、わかんないんだったらいいよ、サイゼガチャでリセマラしなくていいからね。あんた根気ないんだからリセマラ得意じゃないでしょ。パズドラのリセマラだって途中で飽きてブリトラで始めたじゃない。あんまいないよブリトラで始める人もうわかんないね、わかんないわかんない、やめよう。おじさんは若者に迎合することなくおじさんの飲み方をしましょうね。なんかメニューの UI 変わりましたよね。 UI ってのはあれですよ、ユーザーインターフェースのことね。すぐ若者に迎合するじゃん、ずるいじゃん。さっき若者に迎合するのやめるって言ったじゃん。いや待って、 UI のことユーザーインターフェースって言ったら若者に迎合してることになるの？ブロッコリーのクタクタ、うん、新メニューですね。サイズさんはこういうね超いい感じのつまみの新メニュー出してくれるからね大好きなんですよ。ピザうまそうだな、おい何この強化合成みたいなの。ブロッコリーのクタクタを素材に合成するとアーリオオーリオが究極進化するみたいな、サイゼさんがエンタメ要素も強化してきましたよ。で季節限定のパスタもありますよと。はい、もう最高かよサイゼ、すげえなおい。私この記入式の注文方法ね個人的に大好きなんですよね。こうでもしないと字書かないんですよね。まずは生ビールと。久しぶりに字書くとさ、書くのもそうなんだけどさ、消しゴムで消すのむずってならない？はい、ビールね、さてビールが来ましたよ。このプラスチックのねジョッキもね好きなんですよ。はい、昼間からグビグビと飲んでいきましょう。いいですねおじさん、はあ、昼からねサイゼで飲む、あうまいねビール最高だね。もう何のつまみもないけど進んじゃうよ。この昼に飲んでるっていう感じとサイゼの居心地の良さでねどんどん進んじゃうよねビールね。うん、もう半分、ほらもう半分飲んじゃったよ、ね、もうないよ、ね、なんでなくなっちゃうんだろう。さあこちらバッファローモッツァレラ、モッツァレラチーズゲーム昔やらされたな。こちらがサイゼの個人的な王様、小エビのサラダですね。私はね、私はイタリアンだろうとなんだろうと箸があればね箸で食いますよ。やっぱねミラノ風ドリアとかペペロンチーノとかいろいろあると思うんですけど、つまみ目線だとね小エビのサラダが最高なんですよ。レタスのシャキシャキ感、小エビのプリプリ感、そしてシンプルに味がうまい。絶対頼みますねこのサラダはね。さあそのサラダをビールで流し込んでいく。そしてバッファローにモコミチしていきたいと思います。モコミチって言ってるけど一回もモコミチがモコミチしてるところ私見たことないですからね。バッファローモッツァレラってバッファローのモッツァレラってことですよね。もちろんバッファローが野生でいたってことですか、それともバッファローを家畜として飼ってるんですか、あちらの方々っていうのは。
家畜としてならあんなすげえの飼えるんだってなるし、野生としてなら寝てる隙に乳絞ってチーズにしたのかなとかね、想像をかきたてるよね、うん、そんな味ですいやバカ力での伊集院さんの曲振りみたいに言うな、そんな曲ですって言うよね伊集院さんね。はい、飲み干しちゃいました。さあこちらはサルシッチャのグリルですね。うまいんだよなこれな、ね、そしてアーリオオーリオ、はい、これ何なんだろうね、油で炒めただけのパスタなのかな。でこれがブロッコリーのクタクタ、うん、どれくらいクタクタなのかすごい楽しみですね。さあビールが来たよね、飲んでいきましょうよ。はい、クタクタ、おお、これはクタクタだね。鍋の最後の方に火が通りまくって箸で持ったら今にも崩れてしまいそうな白菜とかくらいクタクタですね。あのくらいの野菜が一番好きなんだよな俺な。でこちらは何なんですかね、酢パスタ、酢パスタでもとでも申しましょうか。具がないですね、こっちでいうかけそば的なことなのかな。じゃあイタリア版時そばは時アーリオオーリオなんですね。ヒーフーミーヨー、今何時デイっていうね、うまいねってのが、そうね、アーリオオーリオで巻き起こるんですね。はい、でこのクタクタ、ブロッコリーのクタクタを、はい、ちょっとすみません、左手で縦動画を撮ってるもんで、アーリオオーリオにぶち込んでいくと。さあ、で、あえてこういうパスタがイタリアにはあるんですね、ブロッコリーのこういうやつがね。シンプルだけどすごい美味しいよね。何なんだろうね、パスタのあのペペロンチーノのさ、ニンニクとオリーブオイルと塩と鷹の爪でしょ。例えばペペロンチーノも炒めただけでうまいよね。さあサルシッチャ、サルシッチャもうまいんですよ。でこれはね、西洋わさびにつけてねいただくんですよ。あ、突然ですけど明日11月12日の金曜日と11月13日の土曜日大阪に行きます。元いた会社のねイベントで行くんですけど、アメリカ村三角公園のところですって。スピンズさんっていう古着屋さんなのかな、そこでやるらしいので、どちらもね12時から20時ですねいますので、あ、土曜日は19時ぐらいに上がるかもわかんないですけど、あの来てくれたら写真撮影とかサインとか何でも OK らしいので、あのお気軽にお越しくださいということで。なんか未だにこういうの慣れないというか恥ずかしいよね。あの自分ではいやお前のサインなんかいるかって思ってんだけどさ、うん、欲しがってくれる人がいるのもまた事実なんですよ。ましてやそれを自分で告知するっていうね、なんとも恥ずかしいよね、うん、さあ生まれてきてすみません、ワインを頼んでしまいました私が。ちなみに大阪のうまい串カツのお店とか知ってる人いたら教えてほしいです。はい、サイゼのワイン最高、美味しいしね、安いしね、いいよね。でワインを頼んだからピザを食べないわけにはいかないでしょうと、このオリーブアンチョビをかけて食べます。そしてイタリア風もつ煮込みです。こちらはこれはめちゃくちゃうまいですね。さあもうね、メニューにはおつまみにぴったりって書いてあったからぴったりなんでしょう。さあついついね、ついつい頼んじゃったよね。このくるくる使いこなしたいと思って早36年、いまだにうまくできません。これ合コンとかでうまくできたらモテるんだろうな、きっとな。結局ね、合コンとか行ったことないからこういうのうまくならないんですよ。行ってね、異性の目にさらされればね、嫌でもうまくなれると思うんですよね。はい、これアンチョビのこの、これ美味しかったな。一回でいいからね、行ってみたかったな、しっかりした合コン。さあイタリア風もつ煮込み、これも美味しい、トマト風味というかトマトでね、トマト煮込みなのか、美味しいのよ。そうやってね、殻を破らず一人でいた男の末路がこれですよ。昼からサイゼでワイン飲んでね、そんな私を励ましたいよって人は大阪来てください。詳細の動画を概要欄に貼っとくんで、あのマックス村井っておじさんが出てくると思います。あ、何も買わなくても会えますよ特にね、これを買ったら会えますとかじゃないのでね。はい、さあワインを飲んでいきましょう。最後かな、最後のワインを、はい、じゃあとついで飲み干して、ふう、お腹が一平だということでね、サイズでの昼飲み最高でございます。ごちそうさまでしたということで、はい、いやー安くて美味しかったな。
ということで、皆さん大阪でお待ちしています。ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。